はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の合成関数丸3をお送りします。で、これで合成関数最後の動画です。で、今回は2問問題演習やりますので、まずね、ここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっとね、分かんなかったり不安なのがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、1番はまだ簡単なんですけど、2番がね、簡単っていうかめんどくさいんですよね、ここで。まあそんな感じでやっていきます。じゃあまず1番の方は、まあ、関数 fx と gx が与えられてて、 f 丸 gx イコール g 丸 fx がね、成り立ってるから、その時 a 求めろという問題。まあもちろんこれを使っていくので、それぞれ f 丸 g と g 丸 f を求めていきましょう。で、今回2番が板書めっちゃ使うので、ちょっとね、1番はすごい控えめにちょっと寄ってますけど、許して。入ってお、攻めすぎたな。失礼。じゃあ行きますね。じゃあまず f 丸 g から行きましょう。で、これはいつもやってるように、これは fx が主役です。こっちが主役で、こいつの x のとこに gx が入る。つまり、この ax の x のとこにこの gx、マイナス x プラス a が入ると。で、マイナス3とこうなります。これが f 丸 gx。で、展開してまとめておきましょう。マイナス ax プラス a の2乗マイナス3と。まあ、これでまず OK だね。じゃあ、今度逆の g 丸 fx 行きましょう。で、これは gx が主役です。こっちがメインで、x のとこに fx が入る形だから、マイナス ax マイナス3。で、プラス a か。gx のここにこれが入ってる。で、これも展開してまとめておくと、マイナス ax、プラス a プラス3かな。と、こうなりましたと。まあ、それぞれ出ましたよね。で、これがイコールで結ばれてると。まあ、今ちょっとあえて書かないですけど、イコールになってる。で、x のところは、マイナス ax 同じになってますよね。まあ、高等式として考えれば、残りのここ、a2 乗マイナス3と a プラス3が同じになんなきゃいけないですよね。つまり、これとこれがイコールになるので、a2 乗マイナス3イコール、a プラス3とこうなります。もうちょっといけるか。で、これ左辺に全部持ってって整理をすると、こうなる。もう一行攻めれる。で、これ因数分解すると、マイナス3と、a プラス2イコール0となるので、答えは a イコール3とマイナス2。これでも a の範囲とか特に指定されてないので、これ両方答えとして採用して OK です。だから1番に関してはね、まあ、f 丸 g と g 丸 f それぞれ求めてイコールで結ぶと。で、まあ、x の係数はまあ今回同じだったんでいいとして、こうね、ここを同じにして、あとは解けばいいという感じでございます。で、2番ですね。で、2番はですね、もう何がめんどくさいって、これがめんどくさいんだよね。fx、gx 両方分数なので。で、今回は g 丸 f。こいつがイコール x が成り立ってると。だからまずこれを求めなきゃいけないんだよね。で、g 丸 f なんですけど、ちょっと行きましょうか。ちょ、こっち書かなかったけど、幅の関係でね。まあ、こういうことですよね。つまり、まあ、さっきと同じですけど、GX が主役です。こっちがメイン。で、こいつの X のとこに FX が入るんです。だから、もう見てわかるように、ここに分数、ここに分数が入るから、まあ、分数分の分数になるんだよ。で、普通に書いていくとちょっとわちゃわちゃするので、まあ、これね、途中式書けだったら、まあ、ちゃんと書かなきゃいけないんだけど、まあ、隅っこで、一個一個は分子と分母、それぞれ計算していきましょう。なので、ちょ、この辺使おうか。まずじゃあ分子からいく。ax-1、こいつの x のとこにこれが入るから、よいしょ。ここの計算ミスをしないことが超大事だよね。これをまずね、整理していきましょう。で、これはまあ a に関してはさ、もう変えちゃうか、先に。ax プラス a、まあ分子に配ればいいから、これで OK だよね。これで a 配れると。あとはここ。で、これに関しては、まあ、通分してまとめるしかないので、マイナス1。
こいつを、マイナス 2x プラス、まあ、1だからね。分母と分子同じものって考えればいいから、こうやって通分します。で、まとめると、こうやって分子ね。上ね、分子の子供の方ね。で、まとめると、まあ、分母は、このまんまで変わらないんですけど、上が ax で、このマイナスはここに分配法則になるから、プラス 2x マイナス3に変わります。で、まとめると、a プラス 2x になります。まあ、ここね、こいつとこいつです。で、残り、定数項の方が、プラス、一応カッコつけておきます。わかりやすいんで。a とマイナス3か。これでまず分子がまとめ切りましたと。じゃあ次分母いきましょう。母ね、母。で、分母はこの bx プラス c、ここの x にこいつがポンって入る。まあ一回書くかな。b、カッコ、マイナス 2x プラス3、分の x プラス1からのプラス c か。はい。で、さっきと同じで B まずね、分子に配ればいいので、BX プラス B とこうなります。えいっさ、おいっさ。で、プラス C なんですけど、こっちも通分します。で、通分するときのやり方としては、ね、文字があるときは、まあ、これに、マイナス 2X プラス3分のマイナス 2X プラス3をかけてると。まあ、1かけても変わらないからね。で、C を配ります。こっちと同じように。だから、これごちゃごちゃして申し訳ない。マイナス 2CX、あ、引かせなくてよかった。プラス 3C となる。で、くっつけると、分母は変わらないから、マイナス 2X プラス3。で、上が X でまとめると B とマイナス 2C ですね。B マイナス 2CX プラス、カッコ、この B とプラス 3C。ほい。これで、分母と分子がまとめ切りました。だから、今、まとめやって、今、分母と分子分けてやりましたけど、結局ここなんでね、戻るの。g-fx は、分母、こいつ分のこいつになります。いい？こいつ分のこいつ。で、分数分の分数だったとき、上と下、それぞれ分母は同じとき、切っちゃって構わないので、いい？切れる。だから結局、この分子に残った、こいつ分のこいつって書いて OK です。まあそれを書くのもなかなかなんだけど、b-2cx プラス、待ってね、b プラス 3c 分の分子の上の部分。a プラス 2x プラス a-3 とこうなります。で、今、こいつが x なんだよね。イコール x。ここに書いてあるけど。じゃあ、あとこれ解いていきましょうと。いった感じでございます。で、これのやり方なんですけど、これは分母払っちゃうのが楽かなと思います、個人的には。なんで、分母丸々これ、かける。だからこっちは約分で消えるので、a プラス 2x プラス a-3 イコール、これ x かけるので、b-2cx2乗ね。こいつをここにかけてる感じ。で、プラス b プラス 3c、x とこうなります。いいかな？で、これま、全部、高等式でまとめるためには左辺に持ってきてとかやった方が、これちょっと、うまい、消さなくていいか。そうね。お待ちを。わかりやすいんで、ちょっと切るか。よいしょ。で、まとめた方がやりやすいんですけど、まとめるかな？どうすかな？自分だったら、ちょっとサボりたい場合はね、まず、x2 乗こっちありますよね。こっちないですよね。つまり、0x2 乗なんで、この b-2c。これは、イコール0になるはずです。こっち 0x2 乗だからね。で、x の係数比べると、ここに x、ここに x が両方あるので、a プラス2イコール、こっちの b プラス 3c が成り立つはずだと。で、もう一個。こっち定数項 a まで3、あ、a-3。で、こっちないので、a-3 は0になるはずだって言って、こうやって3つ式が与えられます。で、今求めたい文字が3つ、a, b, c の3つなんで、式が3つ与えられてれば絶対出るはずなの。基本的にはね。で、こっから、まず、a が3ってすぐ出ますね、ここ。3でしょ？
で、あとは上と下、あと上と真ん中の式を連立方程式解けばいけるだろうといった感じで終わりです。じゃ、まず、どうすっかな。あ、もうこれ、b マイナス、あ、ごめん、b イコール 2c に変えれるから、それここに代入した方が早そうだね。じゃあ行きましょう。a が3なんで、ここ3変えます。そうすると、5だね。で、5イコール、b プラス、やばい、b が 2c か。だから 2c たす 3c なんで 5c になるんだね。つまり c イコール1と出ましたと。で、c が1って出たから、ここに戻せば b イコール2ってすぐ出てくる。つまりこれで終了ですね。だから答えは、a イコール3、b が2、で、c が1と。なって、これで、入った ?OK。終了となります。まあ、この部分のまとめがね、圧倒的な面倒くささを誇っておりますけど、まあ、割かし出てきます、こういうのもね。で、分数分の分数になっても、分母が同じであれば、こう、パサって、さらってね、約分しちゃって構わないので、まあ、こう、まとめて、で、あとは同じ高等式で解くといった感じで、ぜひね、やってみてください。では、今回はね、この2問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。そしてね、逆関数と合成関数お疲れ様でした。で、次回から極限が始まります。ここもね、なかなか本数多くなると思うんですが、よかったらね、動画使ってみてください。では、また次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。